山陽食品、札幌一番、グリーンプレミアムゼロ、醤油ラーメン、ノンフライ麺に液体スープがついています。麺は細めで柔らかいです。でもしっとりとした舌触りと弾力感があり、ひ弱な印象はありません。機能性食品という言い訳をしなくてもいいだけの品質感があります。スープは透明感が残る濃い茶色で甘めです。油を使わないことの対策として、旨味はいろいろと工夫されています。しかしコクが弱くて痩せた感じが払拭できず、力不足という印象を持ちました。油分がないことと刺激が弱いので、焼き豚やネギを追加したい衝動に駆られます。ナンバー5731の海鮮ラーメンではノンオイルスープの欠点をあまり感じませんでしたが、この醤油味は物足りなさを感じます。